チャイブは、ヒガンバナカネギ属の要塞、または根菜。西洋アサツキ、エゾネギとも呼ばれる。なお、アサツキは、チャイブの変種である。葉は、細い円筒型で先がすぼまっている。脱橋に似た地下茎を持ち、輪茎が分球して群生する。形態的にはアサツキによく似ているが、チャイブには、輪茎がなく、アサツキが夏になると休眠することに対して、チャイブは冬に地上部は、 枯れるが、休眠はしない。朝月と混植すると交雑しやすく、容易に雑種ができてしまうので注意が必要。繁殖は種、または株分けによって行える。チャイブ、日本の農業百科事典のイラスト上記の通り、西洋朝月、エゾネギなどの和名がある。輪形が分球し群生するので、特に英語では、チャイブスと複数型で書かれる。カロテンを豊富に含む。 緑黄色野菜である。ネギの芳香成分を多く含むことから、ネギと同じ方向を持つ。硫化アリルには、ビタミン B1 と結合して、糖質をエネルギーに変えやすくする作用がある。また薬味として摂ると、食欲増進効果がある。西洋料理では、主に刻んで料理に振りかけて調味料として使われる。 豊富に含まれるカロテンは油で炒めてから使うと体内での吸収が良い。ベークドポテト、ポテトサラダ、スープの浮き身、オムレツの具などによく合う。バターと混ぜて、チャイブバターとしても良い。ありがとうございます。